ね、南青山、これかっこいいですね、この字。かっこいいです。これなんかまっすぐ書きやすいですし、迫力も、僕はこの南が結構好きなんですけど、これもこの空間が、とにかく空間ですね、しばらく。このでこれもどう書くかというと、はい、こう書いたらこうですね。結構高い位置から、これでここ狭くします。でここでウエストをキュッと作っていいですね、こう広がってこうです。ここからぐーっと中に入れて、もう長さが違いますよね、はい。でこれ真ん中に合わせて全部なんか重心が上にで中ぐらい短いって作ります。そうすると字がスッとだんだんスマートに見えるんですね。でこれまっすぐ、こことここ揃うようにまっすぐと払って、欲しいのはここの空間です、ね。でよく見たら縦線太いですよね、この線。はい、この線太くしたいです。例えばあの押し打ちとか書道とかでもそうですけど、こういう字書いたら、ね、こう書いたらここってついてこういきますよね。ここってやっぱ欲しいですね、はい。ペンでもそれが、このペンはそれができるんです。ボールペンはちょっと難しいですけど、やってみます。はい。